なんとか巻いたみたいだね。助かった。で、夢中で走ってきたわけだけど、ここはどこだろうね。おや、魔獣か。数が多いね。いや、これは多いなんてもんじゃない。魔獣だらけ。どうやらここは魔獣の住みからしい。墓穴に自ら飛び込んだってわけか。無事に帰るにはこいつらを倒すしかなさそうだ。数は多いけど大丈夫、安心して。僕は護衛士だ。魔獣ごときに君を傷つけさせたりしないよ。絶対にね。ボスかな。手合わせ願おうじゃないか。はあ！まだまだ。もう少しなのに、こんなところで倒れるわけには。護衛士を守るなんてね。悔しいけどかっこいいな。うい、ったったった。ああ、大丈夫だよ。肩を貸してもらって悪いね。これくらいの怪我で済んだことに感謝しなくちゃな。君が助けてくれなかったら危なかったよ。ありがとう。でも悔しいな、君を最後まで完璧にエスコートできなくて。あそこで君を守りきれたらよかったのに。君はいいところで全てをかっさらうんだ。人の心までもね。最後の最後で持っていく君と、最後の最後でしくじる僕。君と僕の違いはそこだから。僕はバレンタインなのに誰にも相手にされずに。え、君と僕の魅力は違うって。なんだいそれ。もしかして僕を口説いてるとか。冗談。君が素で言ってることも分かってるよ。本当にそういうところ、みんなが君を好きなわけだよ。なんでもないよ、ただの独り言さ。ああ、僕が君にモテるエスコートテクニックを教えるつもりだったのに。結局最後は君にエスコートされてるな。こうなったら今日のレッスンの成果を見せてくれ。エスコートしてもらう方もたまには悪くないかな。